12日午前の取引を終えました。前引けの日経平均株価は昨日に比べて186円67銭高い 15,937 円80銭で終えています。トピックスの方も昨日の終値に比べて 19.13 ポイント高い 1298.92。 トピックスは午前の取引中に節目の1300円を回復する場面がありました。東京市場、東証一部堅調な展開でありました。市場別の上昇率、前場のものを見ていきますと、日経225が 1.1% 高、トピックスは 1.4% 高です。対してマザーズ指数 0.9% 高でありまして、昨日まで中小型株、新興株物色続いていましたが、今日は東証一部、特に日経225採用銘柄など大型株への資金流入が見られました。マネーが主力株に回帰しているといった動きでした。それでは今日の動きを象徴するような個別銘柄をご覧いただきます。大型株買われていますが、こちら5401新日鉄住金になります。日経225採用銘柄の中で最も前場の上昇率が高かった銘柄です。前場 6.8% 高で終えています。チャートでご覧いただきますと、この大きめの陽線をつけています。高いところで赤い線、25日線を上抜いていまして、前場時点ではほぼ前場の高値で引けている高値引けであります。新日鉄積みのチャート一目均衡表で見てみましょう。こちらであります。一目均衡表の抵抗帯、いわゆる雲の上限、雲の中で押さえつけられるような日が続いていたんですが、今日は明確に雲の上限を上抜いてきています。底打ち感、それから反転の兆しといったところが見えるという前場の動きでありました。東証一部、この他にもトヨタですとかメガバンクなど大型株のところ、今日は強い動き、リバウンドの動きでした。一方、今日冴えなかった銘柄、こちらも東証一部銘柄からご紹介します。小売企業の決算発表相次いでいますが、その一角であります3222ユナイテッドスーパーマーケットホールディングスであります。イオン系でありますが、ルエツですとかマックスバリュー関東などが合併した会社です。昨日16年2月期の決算発表を行いまして、こちらお惣菜が伸びたということで、前期比 2.3% の最終増益で着地して、純利益 2.3 倍で着地しています。ただ17年2月期について営業利益計画前期比 2% 増と、小幅増益でありますが、こちらマーケットとしては失望につながったようです。今日このように大きく売り込まれて大陰線をつけています。5分足チャートで見てみますと、このような動きであります。10時15分過ぎまでこのように下値を切り下げる展開、10時15分に底を打った後、この時間、1000円の節目回復するような場面もあったんですけども、結局前引け時点では1000円割れといったところで着地しています。この銘柄が前引け時点では東証一部で最も下落率の大きい 5.7% 下げている銘柄です。以上、東証アローズストックボイススタジオよりお伝えしました。